はいよ、どうぞ。なーに？いつもありがとうね。はい。怖いか？怖いわ。今回もしっかり構成させるわ。いい、しっかり聞きなさいよな。なに？あんちゃん年老いたー。あの唯一確認できた供物を捧げててくれた子がついに年老いた。体感なんかすっごい早いのだけれど。どうしよう、なんか初めてこんなに悲しい気持ちになった。最初期からいる信者死んだ時よりショック受けてんのな。あ、その反動で髪呼びそう。みんなこの髪を見た時口を揃えこういう。上層、下るか出るやどうした。一部の信者が上層は弱いなどと言っていたのですが、どうかその力を示してください。手足を超越し賢者の石を殺してみてください。まあ、できないでしょうがね。煽りに乗るな乗るな。これ多分主語で隠してるだけだから。煽りになんか乗らないもん。賢者の石を殺せってのが分かっててやってる感出ていいな。クソデカため息随行なさい。下るか出るあんたもよ。今回でヘケトの首取りに行くわよ。二つ目のボスに行くのにまあかかった。おっ、びっくりしたぞ。あだだだだだだ。メッシーと同じ運命をたどってたまるものか。我が神殿で貴様を待っておるぞ。貴様を殺し同族の元へ貴様を送ってやろう。ついに来たか。帰るお姉さん、記念によって解放した神なる剣を手に、あなたには神にあだなされる覚悟はありで。なんとも剣も黄色で。ダメージ倍率が上がっていく。殺意高めの調整のまま行くわよ。悪魔も二人いるし盤石よ。上位旦那死んだぞ。私より先に行くのゲルテよ。ダメージの倍率上げてくわ。もう複製お前な。蛇がいるわ。あれ、競争帽子かぶってる。あら、子羊ちゃん、週あなたはネズムのお友達。その頭に乗せてる王冠、ネズムからあなたについては聞いてるわ。私はこれからネズムのところで遊ぶつもりなの。週、今度はあいつに借金させてやるんだから。あいつのお友達か。これ各宗派の元競争たちだよね。おそらくあいつらみんな趣味悠々なのかよ。よし、木材、そして新神社のルート行くわ。おらー、みんな丸太は食ったか。神社は持ったか。はい、仕上がったわね。私、人の祈りの力で強くなれる。私はまさしくヒーローね。で、神聖なる守護者使用したら2秒無敵って出てたけど。2秒無敵なんか気がついたら被弾してるから、これさ、ダメージ倍率の無理やりの継続ができる可能性がある。この魔法のクールタイムの長さによってどれだけ使えるかが決まるわ。くだいさん、この雷コテちょうだい。コテ系は連撃で範囲も広いけど、フィニッシュ以外がちょっと威力抑えめなんだよな。ふんふんふん、ここまで来るのに相当時間がかかった。しかし、ただのうのうと過ごしていただけではない。民たちの思いを胸に、己の信念を胸に、民たちと結んだ絆の勝利を。たまんな。ついに来たか。この時を今か今か止まっていたぞ。諦めろ弱き生物よ。貴様をこの神殿から生きて返しはせぬ。また神社の命を食らって変身するか。どんな姿になろうが、腕が大きくなろうが、スーパーモリモリのカエル。ヘブイン、オーラ、ヘル、ゼロー。ヨッシーの真似事が、この拳いたかろう。すっごい威力、このダメージ倍率だけじゃなくて、行った瞬間からお前さ、守って守護月天、無敵になったぞ。今なら、効かない、すごい、本当に効かない。悟り、これある種のぶっ壊れてたぞ。この2秒はバカにできない。超近距離で攻め上げるのとダメージ倍率マントとのシナジーがえげつない。でした、呼んじゃったわね。10、15、20、25、30。気が高まる。35、40、45、1。雑魚を散らせば戦力もすぐ回復できる。すぐ無敵になれる。ごめんなさい。お前にその力はいらない。私はお前がいらない。最大強化でお前挑んでそこまで生きれたな、お前な。ほらー、2つ目ですわよ。しかし、めちゃくちゃに強い戦術見つけたのは確かだな。で、弾取った記念碑。こんなに胸張って凱旋できるの久々だわ。あ、はいはい、なんですかって。お前がヘケトを殺す様子愉快だったぞ。その傲慢さが奴の身を滅ぼすのは運命づけられていたことだ。古き信仰を無慈悲に粛清するお前の姿を見て、我の冷たく鼓動しない心臓も興奮を覚えたようだ。興奮してきたな。たけちゃん、チャンネル登録高評価なさい。そして指導者は森の中に道を切り開き、砂漠の中に川を生み出し、闇の中に光を灯すだろう。良き指導者のお帰りよ。なんで若干切れてる奴らいるのよ。おかしいでしょ。心臓取ってきたわ。ありがとうよ。さあ、叩いなさい。と解散したわね。お前ら、様子はいかがかしら。叩いなさい、叩いなさい。おっしゃ、百歩。今までで一番かわいそう。金盗んでどっか行こうとした、ハイ伝説さん。叩いなさい、叩いなさい。ナイス、叩い百歩。今までで一番かわいそう。さて、どんどん大きくしてくわよ。形はまあ。ベッドもじわりじわりと増やしておくか。賢者の石が城のうちに花を渡したが、まだ足りないと。飯を作れと。最上級料理なんて見たことないわよ。食料自給率アップさせるわ。で、最後の物解放を。ステージ2でここまで。これってもう信仰を上げる名目でしか説教の意味なくなっちゃったのかしら。おそらく、ただ説教は日課だからスルーすると一気に信仰減りそうだから忘れないようにしなきゃ。もぎ取った心臓で偏在の剣能。聖戦中に教団に緊急帰還できる能力を解放するわ。おうち帰りたい、おうち帰りたい、今すぐ帰りたい、ベッド帰りたい、横になりたい、やだ。なんて弱い生き物なんだ。お前また。お金稼ぎです。おお。供物助かるわね。これ冗談抜きでもっと増やしてもいいわね。もししあなた、確か魚売ってくれたわよね。あ、金貨銃でいいの？縛られたろうの取引価格20とかからよね。これっていわゆるさ、これできちゃうわよね。でも言ったらね、私そんなこといことしないもん。の割にはお前めちゃくちゃ買ったな。フレアスカートアレンジエグいかわいい。ヤングジャンプ連載って言われてもいい出来。愛されヤンデレミガーっていい。チベにセクシータレメガセクシー。頬がかわいい耳に描き手の壁が出ててよき。
裏で宣教師に回して大石族が帰ってきたわ。ナイスうち魚料理ばっかだから人暴れしようと思ってたところなのよ。くっそ余計なこと言うんじゃなかったわ。お魚好き？めっちゃ好き。ああやっぱり売り目のが高いよ。あの魚このこと把握してないよきっと。この巨悪くべきためにあり、縛られ太郎がこの値段で欲しがってるんだからいいじゃないの。皆の衆、仲良くやっているかな？こういう子にてでも話したことのない人はいるはず。私はこの人が苦手かもってのが食わず嫌いであるかもしれない。でも案外一言二言交わせば、思ったより悪い人じゃないって思える人もいるはずよ。うまく距離感を保ってね、明るく言葉を交わし合える人が多いに越したことはないわ。ガチの普通の説教やめろよ。ダメになったでしょうが。あんたもっとしょうもないこと言ってるだろうが、ルーターの上に白米ぶっかけて壊したことあるとかにしとけよ。やめてよそんなしょうもないこと言わないもん。イケニエの儀式のクールダウンが解除されなかったか。惜しい人をなくしたわ。好きに帰りなさい。よくやってくれたわ。新たなステージも開かれたし、より多くの信者を獲得せれば。ほんと一瞬よ。ほんと一瞬だったな。ほんと一瞬毒が切ったタイミングで後ろの敵に気をつけろが重要で。どんなタイミングでこと切れたんだ。そうゆっくり。戦意に沿って少しだけ思い切り。ねえ、何への値だ。宣教師のレベルを上げて3人一気に派遣できるようになったわ。そして一定数の施設開放のおかげで教団レベルを上げれるようになった。アップグレードも最終局面か。さてついに決める時が来たようね。キノコ消費で進行2日固定。この固定されてるうちに公軍の方で荒稼ぎだったりをしなきゃな。また決めるのか。どこまでも行くしかねえわよ。おい、サトリア、派手になってない？おいってば、最下交番になってるなこれ。うわぁ、こするのも現れて言うとる場合か。これ見せられた信者何を思ってつか進行減らないのよ。よしナイス発動よ。うーわわわメガ。さあ今のうちにやれることはしっかりこなすわ。ねえ楽しいねー。はい。楽しいねー。それでは、会場の儀を。技術決めないと体が動かないのはなぜなのよ、なぜなのよ。ある程度せっつかれないとダメなんだよ。その子ちょうだいな。いいよ。今買った子懐疑的だったわ。ほんとダメが赤い。だからって目薬をそのままだね。でもキノコ効果で離反はしてないわ。しばらくは様子見でいいか。牛皮がなくなったわ。なんやかんや目立つやつだった。さてカエルの森に再突撃。またハロがいる。地上の人柱がまたしても殺された。ヘケトの支配は何百年も揺るぐことはなかった。危機を司る彼女の領域、ここに突き放たれた下僕たちは上に植えている。気をつけて進むことだ。さもなくば何時奴らのエジプトなろう。ホーレイシーの時と少しだけ適強化の理由が違うのね。こういう細かいところいいわね。このブッシュ初めて見た。潜水ハンマーあるのな。いいよいいよ。一生おっそ。でも範囲優秀そうだ。なかなか面白い武器ね。ふーんぬら。強化された砲台キャラは一撃だ。しかし動く敵には大きいエイム必須だな。難しいけどリターンが大きい武器は面白いわよね。あ、にゃんこ。かわいいにゃんこさんだ。あ、与えることができるのなら心臓に何の意味があろう。かつては心臓を与えるなど考えたこともなかったわれであったが、二人の子を授かり真実の愛を見つけたのだ。だがあの手だるい夏の日、美しいわなこたちは奪われた人々はそれを贈り物だと言った。そう彼らがこの上なく愛するもの、待ち受けし者へも贈り物であると、我は嘆き泣き叫んだ。入ってこねえ話が。名前の元となった72のマシンの話に基づいたものなのかしらね。収穫パンチと助けて。今ここを滑ってる新しいマガンはあなたね。こいつすぐ逃げるの嫌なのよ。こいつめっちゃ殴ってくるの嫌。そりゃそうだよな。こいつを倒してそのまま2周目行軍も行きたい。活躍したら速攻で帰るぞサトリ。ボーズブザ、そこに足元救われすぎた。事故が多いな。仕方ない、一度帰るか。下るか出るが。こいつなんやかんや出番多かったな。解体現場の目撃疑惑があったのだけが不安要素な子だったわ。カチワレが遠征で信者を連れてきてくれた。ナイス船長、私一人じゃ限界があるから皆にも人集めて手伝ってもらうわ。こんな状態で人増やしに行かせるのまずいと思うんだけど。ゲーム多少手会議的。全身ペイント、そんなアニメがちらと記憶にあるのだが、あれカトリタ分がさらきちゃうね。オランガや。あっすんません、普通に記憶違い。マガン、マガンねー、マガンのね。マナコンザマナコね。はいはい。ゲーム何言ってるの。はごめんマジで何も。まあ信者のバイトってことで。さあ城の内、生贄になりなさいな。あれさっき城の内に料理振る舞ってって言われてなかった。現地の石が城の内に花を渡したがまだ足りないと。飯を作れと。城の内ちょっと戻ってらっしゃい。何ですか。あー、爆殺だね。何か言いましたか。さすが教祖、これで安泰だ。あ、リサイド年取った。また年取ったの。年取っちゃいました。また生き返らせちゃうわよ。勘弁してくださいよ。あはははははは。想像さんキノコ使ってみたわよ。君も試したのだね。キノコに秘められた力を。あーやはありきみ派想像と同類。まさしく心の友だ。これを受け取るといい。洗脳キノコを愛する者同士の絆を示す証だ。大切にするんだよ。誰も信頼などできないのだから。そう誰もね。お、聖石じゃん。これでまた衣替えできる。キノコのモニュメントだ。洗脳記念。想像に感謝する必要はないよ。教団でそれを作ったらここに戻ってきてくれ。最後の贈り物はあれよ。まだ何かくれるのか。お友達できたの嬉しいのかしら。どれにしようかしら。一番魅力的なものは最初に選んだからね。この闇石心臓をカードごとに獲得できるのにしましょう。ダメージ食らうと画面全体にダメージ飛ばせるハートのやつか。こうと思ったい。しかしこの黄色のマントが一番魅力的に映る。くださいな。いいわよ。うん。新ステージ。おお綺麗だな。なんだか水の中みたいな。ここの石ってさ。あ、ようやく見つけたわ、クリスタルのかけら。ようやく釣り堀の灯台イベント進みそうだ。また敵の経路変わったわね。ドライ線みたいな頭のやつおる。動ける方がいけいか。ようやく来た。もう出てこないのか。出て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 出
亡き様のような器を数多く送り込んできた。そのことごとくが失敗したがな、だが貴様は他の者よりは優秀なようだ。これいかよね。貴様の狂乱が内部から腐り果てていく様、楽しく見させてもらうぞ。視聴者さんだわ。あ、本当だ、いつもありがとうございます。今度は何をする気よ。ギガの次は病魔らしいわね。椿の花ちゃんと作らなきゃ。カラマールへの下津台はこんな感じなのか。台のとこ口になってる。おしゃれ流暢か。自分で言ったんじゃない。おぼっさむ、おこじょでしょ、たぬき。あら、あら、お得意さんの羊とピンクさん、今回なんと100パーワリ。こいつもうなんかやらかしたから捨てられた感じだろ。うわ、この臓器面を20も溜め込んでる。はん、アホね、こちらに素直に下ればいいのよ。それでも私はカラマール推しです。クソに食われてもなお、気をし続ける。クスの心でまたしてもなお、いつものね、オッケー。おお、強そうな魔術師。一体何をしてくるのかし。守護者来たな。これは盤石。この安心感、たまらぬ。あなたに守護の力をぶつけるわ。まずは無敵発って体当たりを無効にするでしょ。そのままビタ付けで爪を振りまくるわ。また来るのに合わせて無敵発動させて、カッサバクカッサバク。体力すごい勢いで減ってく。範囲攻撃をしれっとかわして、無敵を保険で張りまして。ザーッホ。腹立つわ。ステージ2の行軍の不調が嘘みたいだ。動きもコツを掴んできたわ。では、凱旋を。てかそろそろキノコ洗脳切れるわよね。よし、無事に布教したわね。新しいお野菜と新茶を確保。洗脳は切れてるみたいだが、これ様子は変わりなさそうじゃない。なんだよかった。今だかつてない数の病人出てる。